はい、どうです、えー、今回ですね、まずは日本ですね。日本が来年の6月にもう行動制限しますと、えー、国民が好き放題動かれへんように今考えていますっていうことを発表していました。これね、何をやってくるんですかね何をやろうとしてるのそこに記事、えー、一旦お伝えします。で今、日中関係で結構ね、問題が出てきますけれども、このタイミング、今この日中関係のタイミングで一緒にこれ えー、合弁会社を作ってやっていきますと EV 向け半導体云々関連かんぬんで合弁会社を設立して、えー、その記事がですねありました何をやっとんねんと何がしたいねんっていうねそこの記事をお伝えしますでアメリカですねビヨンデンになりますけども、まあ、もうすぐあの G20、えー、あれがサミットがねありますけども金平ちゃんが出席しませんと、えー、そんなもん出るか言うてまあそういうことを発表したんですがビヨンデンが失望しましてあの中 金平ちゃん会いたんやまと出席せいのかこんなん別で会いに行くなということを発表しまして言ったら言ったでねまたこれ偉いこっちゃですねお伝えしますで最後にそのビヨンデンなんですけども今国立公文書館云々関連でビヨンデンが嘘のなんかメールを使ったりとか、まあ、違法なことやってましたでその情報を出してこいっていう期限があったんですけども期限内にビヨンデンは出しませんでした ダサ編の回遊で、これどうなるんですかねビヨンデンに対するこの調査の続報をお伝えしたいと思います。 まずは日本ですね。日本の行動計画。皆さん、来年の6月以降、もしかしたら家も出たあかんとか、まあ中国の方であの、新型コロコロの時にですね、あ,ありましたけども、えー、それが同じような感じでもしかしたら日本でも行われるかもしれません。これ政府が4日付でこれ発表したんですけども、今後の感染症の危機に向けた対応方針を議論する、新型の、の、ンのフル、インのフルの対策推進会議を 思想鑑定で開きました、えー、政府行動計画の見直しに向けた議論を始めまして何をするのかというとこなんですけども行動制限の基準だったりとか医療提供体制のあり方必要な物資の確保などについて検討を進め来年の6月頃の計画改定を目指しますとまあその物資の確保を云々観念やったらまあまあ,あ,あそうですかでいいんですけども、一つ気になるところで言うと行動制限 ですよね何制限されなあかんねん言うてね、どんな感じのあの制限になるのかは現状わかりませんけども、もしかしたら、あのね、緊急的な条項うんぬんかんぬんもね、なんか絡んできたらですね、国民何もできひんようにね、なりますからね、会議の冒頭で後藤さん、えー、今回の感染症危機管理担当省がですね、新型コロコロうんぬんかんぬんの対応で様々な課題が浮き彫りになりましたと、行動 価格の充実に向けた見直しを進めていきたいと述べました今回のその新型コロコロの時には政府がやりたいようにできへんかったと全然飽きませんっていうことでもっとちゃんとしたやつというか、まあ、かなりの制限ができるようにやっていきますって言うてるもんですからねこれはどうなんでしょうか推進会議は1日付でメンバーが一新されまして議長を務めていた尾身さんですね退任しましたですよねお疲れさまでってお,おつおみーっでねそれで終わりましたけど も後任には国立成育医療研究センターの五十嵐理事長がつきまして、まあ、この方がねどんな方かは知りませんえ全然知りませんけどもえ内閣感染症危機管理統括庁によりますと4日の会議では感染の拡大防止と社会経済活動のバランスなどについて意見が交わされたとえそういうふうに言われてるんですがえどこにどうつながるかあるね言うてね感染拡大と社会経済活動まあ言ったらあの 何時まであかんとか、そんなのあったらあかんとか、なんかその辺のバランスなんですかね、どうなんですかね、やっぱり行動計画っていうのが考えられてるっていう記事がありましたので、お伝えさせてもらいました。 で、次はこの日中関係でですね。まあ、今はもうボロボロですよね。もう SNS ではかなりの、まあ、長僕側からも、日本おかしいやないかとか、まあ、そういうのがね、出回ってたりもするんですけども、まあ、その、元も々ともとボロボロが今、めちゃめちゃボロボロになってるところに、日中合弁会社、設立しましょう。EV 向けの半導体で一緒にやっていきましょうっていうことを発表しました。記事紹介します。中国で自動車とか部品の設計を手掛ける、 これは IAT オートモービルテクノロジーと日本のエレクトロニクス商社の量産。量産ですね。何産ですかね。量産ですね。4日中国で合弁会社を設立することで基本合意したことを発表しました。世界最大の電気自動車 EV 市場となった中国で半導体などの電子部品を自動車メーカーなどに供給していきますということなんですよね。合弁会社はですね、資本金は5000万元、約まあ10億 であのー、中国側の会社が60%、量産側が40%を出資してですね、代表者である会長には、えー、向こう側、長国側の人が会長に就くみたいですので、<laughs> めちゃめちゃ実権握られてますやんっていう、まあそんな感じがね、ありましたですね。 で次、アメリカですね。アメリカと中国も、まあ、あんまりね、関係ようなインチャンかとか、まあまあ、ものもありますけどもえ、今回、中国の金平ちゃんがインドで開催される G20 ですね、サミットに出席しないっていうことを発表しまして、ビヨンネがそれに対してコメントをしてみました。もう、悲しすぎますだ、他言うて。 何悲しんどんねえでね。なんかもう別でも会いに行きますわとか。まあ、そんなことを言うてはりまして、ちょっと記事紹介しますと。え、ロイターが報道していました。ビヨンデンが3日、中国の金平ちゃんがインドで開催される20カ国 G20 首脳会議えサミットに出席しないのは残念だとしながら、今後、金平ちゃんに会いに行くと会う意思ですね。え、これを示しました。あって何話するんでしょうか。どんな会話になるんですかね。私はその出席ししないことに対して 失望していますが、彼には会うつもりですと、えー、記者団に述べました。じゃあ、いつどこでどんなことで、あの、会っていくのかとか、詳細には言及しなかったということで、またやるやる詐欺ちゃいますあ、会いますねん。でもなんかあった気になりますから、会いませんねんとかね、言うかもしれませんね。えー、ビヨンデは7日から10日まで G20 サミットに出席するためにインドを訪問しまして、その後はベトナムを訪れます。 え、これ、関係筋によりますと、金平ちゃんは、同会議を欠席する可能性が非常に高く、えー、立教を首相が代理で出席する見込みと言われていまして、ビヨンデンは、今回の外遊を楽しみにしていますかとの質問に対して、イエス・アイ・ドゥですと、<laughs> イエス・アイ・ドゥですって答えた上でですね、もう少し強調してほしい。両国、インドとベトナムは、アメリカとの関係をより緊密にしたいと考えており、それは非常に有益なことだと語りました。めっちゃ上からやないか、言うて。 いやいや、インドとベトナム、あの、より、あの、アメリカさん、ビヨンデンさん、お願いします、と思ってる。それはめちゃくちゃええことやで、って言ってるんですけど、誰が言ってんっていうね、誰が言ってんっていうね。自己満ちゃいますかってね、そんなこと、ビヨンデンが話をされてまして、まあ、金平ちゃんにものちほ、後ほど、後々、ほど、会いに行きます、とも発言されてましたので、えー、勝手にしてほしいと思います。 で、最後にビヨンデンですビヨンデン。えー、ビヨンデンにま調査が入ってまして、あの、国立公文書館がもうね、暴露しちゃいましたですよね。あいつはあの、偽のあれツコてまんでと、あの、ウェアのやつですね、ゴムマスク被ってるウェアのアドレスをツコてるっていう、あの件になるんですけども、記述がありました。あの、虎さん陣営を追求してまして、いついつまでに全部出してこいと、お国立公文書館がだって言ってんねんから、えー、全部情報を出してきなさいよって言ってたんですが、その記述までに何もしてけえへんかったと。 その中国のあの、金平ちゃんに会うとか、ベトナム、インドは、うんぬんかの言うと前にですね、やることをやってからいけと、そんな感じですね、記事紹介します。えー、保守団体のサウスイースタン法律財団が8月に国立公文書館への要請に対する回答を受け取りました。まあ、ここの中で、えー、ビヨンデンと、あと、カリウドビヨンデンのビジネスですよね、えー、あそこの関与に対してのその証拠が出てきました。で、えー、その証拠に対して、えー、ここで、ウク大統領との今後の電話会談に関する 同じメールにカリウドと、あと常備ンデの名前が含まれていたという証拠も出てきておりまして、もう間違いないですから、もうバリバリに悪いことやってもてますやんかと、国立公文書館が証明してくれた、この案件になります。 会員の監視委員会トラサンジンの委員長は、えー、2016年5月27日と6月の15日にビヨンデン側近のジョン・フリンさんが、えー、当時のビヨンデン副大統領とその息子をカリウドに送った2通の電子メールについて報告をしました。フォックスニュースは今週末国立公文書館がビヨンデンの仮の,あの加盟のですね電子メールを会員監視委員会に提出する期限、えー、これを過ぎたと報道しました。国立公文書館はビヨンデンとオビマに対してどの電子メールを公開するかを選 すするるたためのの時間をを与えこことを決定しんんででけどもれれははささ調査では提供されませんでしたまず、あの、トラさんの場合は、じゃあ、いついつまでに出しなじゃなくて、いきなり出してこいということがあったんで、まずこの違いもあるんですけども、で、今回、このビヨンデンのその期日なんですけども、これ、カマーさんが言うてはるんですが、8月の31日まで国立公文書館に対し、ビヨンデンの偽名の電子メールに関する詳細情報を提出するよう指示をしました。その指示したんですけども、8月 日も過ぎてモテますからね全然出てけえへんやないかいもうすぐなんかビヨンデのゴムマスクだけ送られてくる可能性もね、ないんですけども、まあ、とりあえず、あの、出してこいって言ってるものには出してけえへんかったっていうことが分かりましたので、まあ、この辺のね、また追求もラさん陣営がやってくれると思いますので、また続報ばかり次第お伝えしたいと思います。ほんと以上になります。時間動画もよろしくお願いします。失礼します